ジューン・ルシール・ホーレイはアメリカ合衆国の声優。シンデレラのルシファーやマジカ・デスペルなど多くのアニメキャラクターの声を担当したことで知られている。また、ラジオ、映画、テレビ、コンピュータゲーム、喋る玩具などでも活動した。ホーレイは国際アニメーション映画協会ハリウッド支部の初期の会員の一人としてアニメの地位向上に取り組み、 アニー賞の設立と2001年から始まったアカデミー賞長編アニメ映画部門の新設に尽力した。ハリウッドウォークオブフェームには法令のテレビにおける声優としての仕事を称え彼女の星が埋め込まれている。チャック・ジョーンズはジューン・フォーイは女性のメルブランクではない。メルブランクが男性のジューン・フォーイであると述べている。彼女の母親は ユダヤ系リトアニア人とヌーベルフランス人の血を引き、父親はロシア帝国オデッサから移民してきたユダヤ人だった。1960年代半ばになると法令はアニメの保存と宣伝に集中するようになり、多数の執筆活動を行った。1972年、法令はアニメに関する賞がないことに気づき、アニー賞のアイデアを提唱した。また、法令は アカデミー賞にアニメーションを専門とする部門を作るために映画芸術科学アカデミーに対し20年間ロビー活動を続けた。アカデミーは彼女の要請を聞き入れ2001年にアカデミー長編アニメ映画賞を新設した。ありがとうございます。